京府高速道路不山方向ソウル料金所、ハイパスゲート、京府高速道路と峰東高速道路の、新スジャンクション付近京府高速道路は、大韓民国不山広域市かな区から京昌南道、ウルサン広域市、京昌北道、中西北道、大田広域市、中西南道、京気道を経て、ソウル特別市水総区まで至る全長 416.1km の、 高速国道である。全線にわたってアジアハイウェイ1号線の一部となっている。全区間を韓国道路公社が管轄するが、久しずい IC のランプ部は、富山広域施設管理公団が管理する。なお、ソウル市内の両彩 IC から、関南 IC までの区間は、2002年の路線体系改正で高速国道から指定解除された。 しかしその後もソウル特別市の都市、高速道路としてされて、市区間、ソウル区間などに呼ばれている。なお、東区間はソウル特別市施設公団が管理している。韓国の高速道路網において一番重要な路線であり、かつ、路線番号も特別ルールとして一番と付けられている。バイパス道路として、唐津江徳高速道路、中部内陸高速道路、長州、 英川高速道路などが開通し、長距離のトラフィックにおいてはだいぶ分散されたものの、ソウルやテグ近郊では重要な通勤路線であり、現在も1日10万台以上の高い通行量を記録している。京府高速道路の建設には、道路交際の他に、日本国と大韓民国との間の基本関係に関する条約に伴う演者間が当てられ、いわゆる 観光の奇跡の象徴として、しばしば紹介される。鉄道の大動脈の京付線と異なり、ウルサン広域市、京州市を経由する。水原 IC シンクズ JCT 間は8車線、拡幅以前は、非常時のための滑走路機能も備えていた。ローホインターチェンジは、ソウル方面への高速バスの便利のために開設されたインターチェンジで、以前は、 釜山インターチェンジから中央路を北上して、バスターミナルへ向かっていた。日本の請求権資金、韓国が最も効率的に使用、東亜日報、2005年1月19日、高速道路での飛行訓練今日の、歴史連合ニュース2009年2月1日、統計年報 PDF、97から100ページ、交通量情報提供システム。ありがとうございます。